どうもジャクロでございます。監督最新情報ということで、今回はですね、コンパクトネスが10の、監督比較ということで、6月4日のですね、アップデート以降代表監督の戦術が大幅変更になっております。でコンパクトネスが、高い監督がね増えた印象がありますよね。でコンパクトネスが高い監督っていうのは、まあ、前で言うとね、クロップ監督、これは現在もですね。でサントス監督、これは旧サントス監督って言った方がいいかな。でシメオネ監督とかですね。で守備がしやすく人気の監督が多い、形になっております。で現環境では、守備をする上でコンパクトネスは、まあ、超重要事項なんですよね。はい。で高いほど守備がしやすい傾向にあると思って大丈夫です。で今回はですね、コンパクトネスが10の監督を、紹介&比較解説していきたいなと思っております。まあその中からですね10名を厳選して紹介していきます。それではね、監督の方を見ていきましょう。まずクロップ監督ですね。でクロップ監督に関してはもういろんなところでね、説明してますし皆さんもご存知だと思うので、まあ簡単に、一言だけ言います。はい。で旧サントス監督のように、まあ、前線での守備がね、強い監督になっておりまして、まあ、ハイプレスハイラインの、監督ですねという感じでね、まあ、特に説明はしませんので、次の監督行きたいなと思います。はい。シメオネ監督ですね。これもね、まあ、超有名な監督なので、まあ、簡単にね、説明しますけども、まあ、シメオネ監督っていうのは、相手にボールを持たせて、まあ、自分の中央でね、ブロックを作っていくような、戦術ですね。で、現環境の中では、まあ、トップレベルにね、守備が硬い監督なんじゃないかなと思います。では、次行きましょう。はい。オーストリアのフランコ・ホーダ監督ですね。4231、マネージが750ということで、オフェンシブ、ディフェンシブもどちらもコンパクトネスが10と、まあ、距離感が若干違うくらいなんでどちらでも大丈夫なんですけども、まあ、この監督はですね 4231 の中ではトップクラスに中央の守備が固い監督になっているのかなと思います。はい。割とですね、まあ、戦術の距離感とか見ていくとハイプレスで、ややハイラインなのかなと思います。で、4231が好きな方はですね、まあ、結構おすすめじゃないかなと思います。まあ、ポゼッションの方で言うとハンジフリック監督がいますけども、まあ、カウンターのタイプで言うとこの監督がね非常におすすめかなと思います。では次の監督いきましょう。はい。パナシナイコス FC の、ギオルゴス・ドニス監督ですね。はい。噛みそうになりましたけども、はい。この監督も、先ほどのフォーダ監督と同じく4231になります。マネジメントが740。今度はカウンターロングパスで、距離感がねちょっと違うんですけども、まあ、この監督はですね、まあ、サポート距離が10でディフェンスラインの、高さが2ということで、まあ、ハイプレスなんですけども、ラインは低めという感じですね。はい。で距離感が遠いのでロングパスでガンガン前線に蹴り込んでいくスタイルなのかなというところで、この監督もね、まあ、魅力的なのかなというところですね。はい。では次の監督いきましょう。はい。ポーランドのイェジー・ブジェンチク監督ですね。はい。この監督はですね個人的にはかなりおすすめな監督となっております。まあ、4-2-2-2でマネージがね730なんですけども、戦術タイプ見ていくとねカウンターショートパスサイドフォーメーション重視、リトリートサイドアグレッシブというところで、この監督はですねシメオネ監督と結構類似しておりまして、まあ、少し比較していきますとですね、シメオネ監督はですね、まあ、エリアが、ね、中央そしてサポート距離がちょっと遠めなんですよね。でこのブジェンチック監督に関しては、まあ、エリアがサイドに変わりまして、サポート距離が近くなっているような感じですね。はい。まあ、ディフェンスラインに関してもブジェンチック監督の方が少し低めですよね。で守備に関しては同じぐらい強くて、距離感も、まあ、攻撃の距離感も、ね、近くてねシメオネ監督よりも、ね、扱いやすいんじゃないかなと思っております。これマネジメントがね中途半端な数字なんで、もうマネジメントアップを持ってない人はですね、まあ FP ですとかアイコニックモーメントに関してはがっつり入れるのは難しいんですけども、まあ、ある程度ね、挑戦する価値はあるのかなっていうぐらい、魅力的な監督になっております。
はい、非常におすすめです。では、次の監督いきましょう。はい、北アイルランドのマイケル・オニール監督ですね。4-3-3 になっております。はい、でこの監督はですね、シメオネ監督のディフェンシブ戦術とほぼ同じような感じとなっております。はい、この監督もね、先ほどのブジェンチェク監督と同じようにですね、シメオネ監督と結構近い、戦術ですね。で、まあ、ただフォーメーションが違うので、まあ、イメージといえば、まあ、旧サウスゲート、前のサウスゲート監督の戦術をね、さらに強化したような感じですね。で、まあ、サウスゲート監督に関しては OMF が置けるっていうのも魅力の一つなんですけども、まあ、戦術だけで言えば、かなりね、魅力的な、戦術になっております。はい、まあ、4-3-3 でね、カウンタータイプで強い監督っていうのもなかなかね、いないので、この監督おすすめですね。はい、で次行きましょう。はい、ボアビスタの、ダニエル・ラモス監督ですね。はい、でこの監督は5バックの監督になっておりまして、まあ、カウンターロングパスタイプ、ディフェンシブ戦術だけね、コンパクトネスが10なんですけども、はい、まあ、カウンターリトリートアグレッシブで、もうこの監督はね、距離感がほぼマックスの監督ですよね。まあ、5バックというところで、まあ、ラインが高いと言っても高い位置でね、守備ブロックを作るイメージで、守備の枚数が多いので、まあ、非常に硬いブロックをね、前線で作ることができるんで、まあ、この監督も言ったら守備はね、硬いのかなというところですね。ディフェンシブ戦術に関しては、旧サントス監督の距離感に近い。ただまあ、リトリートというところを抜かせばですけどね、まあ、強力なね、カウンターができそうな、イメージですね。はい、非常に、まあ、5バック好きな人は、結構おすすめかな。高いね、火力が、出せそうな戦術してますね。では次の監督いきましょう。はい、アイルランドのミック・マッカーシー監督ですね。この監督もおすすめなんですけども、で 4-3-2-1 なんですけど、フォーメーションの形状は 4-1-4-1 のような形になっております。これね、CMF を OMF に変更できれば結構面白いかなと思っておりまして、で、ペスハブのアプリではですね、変更可能でした。ですが、あれはプレステ4版ベースなので、アプリ版で可能かはちょっと不明ですね。ただできれば、非常に強いかなと思います。戦術的にはかなり魅力的ですね。はい、ということでこの監督もね、非常に面白い監督なので、まあ、興味ある方はね、ぜひね、撮ってみてください。では次行きましょう。イトーリア SC のイボ・ビエイラ監督ですね。この監督はまあ有名ですよね。はい、結構ちょっと話題になったのかな。はい、4-3-3 で、マネジメントが720ってちょっとね、低めなんですけども、この監督はですね、クロップ監督と近くて、さらに尖らせたハイプレスと言いますか。はい、そういった感じの戦術になっております。戦術はほとんど一緒ですね。まあ、サイド攻め、ですけどね。はい、サイド攻めになっておりますが、距離感的にはさらにね、クロップ監督を尖らせたような感じです。で、比較するとクロップ監督は流動的で、中央で、イボ・ビエラ監督はフォーメーション重視でサイド攻撃という風になっております。いや、この監督も本当に4-3-3が好きな方はね、一回ね、チャレンジする価値はあるのかなと思います。では次行きましょう。はい、イスラエルのアンドレアス・ヘルツォーク監督ですね。この監督は5バックで、マネジメントが700ということで、ラモス監督ですね。先ほどのラモス監督と比較していくと、ラモス監督はサポート距離が遠く、流動的でラインが高いと。で、ヘルツォーク監督はですね、サポート距離が、まあ、中間ぐらいかな。で、フォーメーション重視でラインが低いということですね。はい、まあ、距離感とか動き方とかは結構違うかなっていう感じですね。まあ、守備は、まあ、ラインの高さ以外は結構近いかなっていうところですけどね。で、まあ、これはラモス監督よりも、まあ、距離感的な、印象ですけども、扱いやすい印象かなというところですね。はい、ということで最後ですね、今紹介した監督のフローチャートですね、フローチャートを見ながら簡単にね、解説していきたいなと思います。はい、こういった形でね、ほとんどカウンタータイプですね。コンパクトネスが10の監督はほとんどカウンターの監督になっております。で、ショートパスも少なくて、ショートパスは、フォーメーション、リトリートだとブジェンチェク監督、流動的フォアチェクだと、フォーダ監督となっております。まあ、動き方がね、距離感は近いですけど、動き方が全く違うような感じですね。はい、ブジェンチェク監督に関してはこれはもう守備が固い監督と言えるのかなというところですね。
はい、続きまして、カウンターロングパスフォーメーションリトリート、これがね、このコンパクトネス10の大部分を占めてる戦術なのかなというところで、まあ、この4人プラスですね、ブジェンチェク監督に関しては、まあ、非常に守備がしやすい戦術になってくるのかなと思います。で、流動的を見ていくと、リトリート、フォアチェック2通り、ありまして、まあ、ラモス監督、ドニス監督、どちらもね、ちょっと尖ってるような感じなんですけど、まあ、非常に面白い監督かなと思います。で、ポゼッションを見ていくとですね、ショートパスでフォーメーション重視か流動的というところで、攻撃の動き方、がちょっと違いが出てくるような感じですね。はい。で、イボビエラ監督はサポート距離が遠くて、クロップ監督はサポート距離が近い、まあ、どちらもディフェンスラインが高いハイプレスっていうのは同じですね。はい。で、これシメオネ監督とかクロップ監督とか、まあ、他の監督もそうなんですけど、これはコンパクトネスが10の、戦術で、フローチャートを作っております。はい、ということでやっぱりね、コンパクトネス10というところで、まあ、非常に守備が魅力的っていうところが一番のポイントかなと思いますので、まあ、この現環境では、まあ、コンパクトネスが高くてね、マイナス面っていうのはあんまり見当たらないので、ここの数値をですね、アプリ版ではね、確認できない数値にはなるんですけども、まあ、これが高い監督をね、選んでいけば、守備が苦手な方はね、ここを重視してね、監督を選んでいただけたらなと思います。ということで、次回もウィニングイレブンアプリ2020で会いましょう。さよなら。